No regret, no regret。 金子のりこがお送りするあーよかったアワー。 この青い空は、こんにちは。ランチ前のひととき、いかがお過ごしですか？今日も始まりました、あーよかったアワーのお時間です。今日のランチはもう決まりましたか？もう食べている方もいらっしゃるかな？皆様ご一緒に、あーよかったでお昼のひとときをリラックスしていきましょう。改めまして、今日は8回目の放送となります。パーソナリティの宇宙生態総統固形堂の金子のりこです。この番組は夢を語りたいゲストの方をお迎えして、いろいろなお話を聞かせていただくとともに、ゲストの方のああよかった体験をシェアしていただき、リスナーの方たちの心の拠り所にしていただけたらなという番組です。第8回のゲストはシンガーソングライター、ボイストレーナー、 YouTuber の雑賀さんをお呼びしております。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りします。夢の種放送局、待ちに待っておりました、シンガーソングライター、ボイストレーナーの雑賀さんなんですけどもね、雑賀さんとは、ね、妙なご縁で、コロナがなかったらきっとお会いしてなかったんじゃないかなって思うぐらい、そんな感じなんですけども、まあ、とある旅行会社のね、北海道ツアーでご一緒させていただいたんですが、その時にね、私リアルで歌を聴かせていただきまして、それからもうずっとファンなんですよ。そんな雑賀さんなんですが、早速入っていただきましょう。雑賀さん、こんにちは。こんにちは。すごい持ち上げていただきました。持ち上げすぎました？いやいや、大丈夫でございます。入りにくいぐらいまで持ち上げてくれましたけど。いやありがたい。本当そうですね。北海道でライブを見ていただいたところから。はい、あれ、でも、2年、3年ぐらい前ですか？ 2 年ちょっともう半ぐらいですかね、前になりますね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。今日呼んでいただいて。とんでもございません。はい、もう私大ファンな雑賀さんなんですけどね、皆さん知ってる方、知らない方いらっしゃるかと思うので、うん、はい、ちょっと自己紹介お願いできますか？はい、今ご紹介していただきました。雑賀というのは漢字で、自分で言うのもなんですけど、天才の雑に。天才の雑。これなんか、これが一番わかりやすいみたいで。はい、才能の雑でもいいですね。うん、はい、の雑に、雅というふうに書いて、雑賀という名前で今は活動しておりますけれども、今ご紹介していただいたように、メインは今、まあシンガーソングライターというよりかは、まあボイストレーナーというお仕事がメインでお仕事をさせていただいておりますけれども、はい、先ほども言っておりましたように、コロナが、ね、あってからなかなかレッスンできなくなったところで、うん、YouTube で喋ることも始めさせていただいて、そしてついでにシンガーソングライターもちょこっとやっているという、ついでですか？割合的には2割ぐらいの割合でシンガーソングライターともやらせていただいてますけども、はい、そんないろんなことをやらせていただいている、うん、まあ、雑賀というふうな活動名でやらせていただいております。はい、はい、ボイストレーナーのね、はい、生徒さんが、うん、うちのね、宇宙生態にも来てくださって、来てくださって、雑賀さんがね、いろいろご紹介していただいてね、はいはい、もう来ていただいて、うん、で皆さんね、言うのは、雑賀さんの話が楽しすぎて歌のレッスンがほんのちょっとしかないんですけどっていうことを言ってらっしゃるんですけど、そうそう、柔らかい苦情ですね、それこんにゃくでぶん殴られてるみたいなこれは作戦ですか？いや、これは本当に、いつもそれ言われちゃうんですけど、うん
ただそのボイストレーニングっていうと、うん、結構あの皆さんのイメージで、うん、そのプロになる人であったりとかプロの人がこう鍵盤の前で、うん、あーみたいに、はい、なんかやってるボイストレーニングっていうイメージを持ってる方非常に多いんですけど、はい、実は私が見てる生徒さんのほとんどは、はい、もう本当に普通の方というか一般の主婦の方であったり、はい、サラリーマンの方が普段お話しする声を大きくしたりとか、うん、まあ、カラオケでもうちょっとこううまく歌いたいみたいな本当にこうなんか趣味の一環ということが多くて、うん、でやっぱり来られる方っていうのはあんまりご自身の声とか、うん、そのお話しする言葉に対して自信があまりないという方が多いので、うん、なんかこう普段のこうお話をしている中から、うん、その方のいいところを伸ばしていこうというものを引き出すためのですね、うん、私としては一応手としては、はい、その最初のトークなんですけど、なるほど、ここ引き出しすぎちゃうんですねいやでもね、引き出していただいて、リラックスして歌うっていうのが、一番そのね、いいとこ出るですよね、きっとね。それが目的なんですよね。はい。割合がちょっと多いかもしれませんけど。はい。いやもうでも、そのお話がとにかく楽しいと。いや、まあありがたい話で。言ってらっしゃいましたけどね、皆さん。もう皆さん言ってますね。はい。で、あれですか、ボイトレも、結局今、日本中生徒さんいらっしゃる感じですか？もう本当にそれこそね、直接お会いするというのが難しくなった時に、うん、じゃあということで逆に、うん、まあ、いろんなこう音声配信というかね、うん、動画配信のツールがありますので、うん、それでできるならということで、うん、本当に北は北海道、うん、南は福岡県まで、うん、いろんな方がこういろんな時間にですね、うん、もう多分下なんてパジャマだと思いますけど上しか映んないからねという形でやっていただいたり、うん、あの一番遠い方だともうカリフォルニアの、あの主婦の方が回り回ってそれこそ YouTube とか見ていただいて、はい、私もできますかっていうことで、これでまたカリフォルニアと日本ということは当然時差がありまして、あ向こうの夕方が私の時間の朝8時とかです朝8時からやってるんですか？いや、その方の場合は、向こうの夕方5時とか6時なんですって。はいはい。で、その時間がいいですって言うので、それこそ私下パジャマです。ついさっきまで寝てたぐらいな感じで、うん、でも本当それはもう、時間差はあれと、うん、ネットさえあればですね、うん、できるので、うん、もしかしたらその、やっていただく方の範囲は広がってるかもしれないですね。うん、そうですね。これもコロナなかったらやってないですよね。いや本当そうだと思います、うん、はい、もうリアルで前は結局リアルで普通にやられてたわけですよね。そうです、うん、お会いできる方のみという感じでしたから、うん、まあ、かなり広がったといえばそうですよね、うん、すごいですね、文明が動いてますよね本当にね文明様様ですけど、うん、それからですね、まあ、そのボイトレの中で、はい、よく私もちょっとよく見せていただくんですけど、はい、Facebook でライブね、あれはボイトレ終わった後に歌ってる感じなんですかね。そうですそうです、うん、やっぱりいろんな生徒さんがいて、うん、まあ、レッスンしてる時には当然私しか聞いてないですけど、うん、それをもうたくさんの人に聞いてもらいたいので、はい、そのレッスンの後に一緒にこう配信をしてみたりとか、うん、もう人によっちゃレッスンを全部公開してやるみたいな、公開レッスンもう丸々ですよ。へー、でも半分以上喋りですけど、やっぱり。そうなんですよ。で、それも、その話を最初いただいたときに、うん、その生徒さんはすごい気を使っていただいて、うん、先生のレッスンを丸々配信ということは、うん、それ言ったら、お金を、まあ、例えば払ってない人でも見れちゃうじゃないですか。はいはい。で、そういう形になっちゃうんですけどって言うんですけど、はい、私も全部今、受け入れ人生なので、もうそうしたいのであればどうぞで、うん、で、実際それを全部こう配信するじゃないですか。はい。そしたら、あれを私向けにもやってほしいという方が結局こう増えていったという、あ、出し惜しみをせずに、はい、もう今の時代多分大っ広げにしていった方が、はい、やっぱり結果いい方向に行くような気しますよ、うん、そうですね、見てね、やっぱり私もやりたい。そうですそうです、私の歌も聞いてもらいたい、聞いてほしい、ありがたい話ですけど。そうですね、ありがたいですね。いやでも本当にそのライブもね、うん、私も何度も見せていただいてますけど、とってもね楽しいです、やっぱり、ね、上手だし皆さん
いやそうですよ、うん、あの結構自信がないと言われてる方も、うん、意外と私が聞いたらもう歌えていたりとかする方が多いんですけど、やっぱりこう誰かが評価してくれるってこともなかなかないですからね、うんうん、そうですね、それで自信をつけていただいて、もともと持ってたうまさが一気に出てくるっていう方もたくさんいらっしゃいますよね、うんうんうん、なんかやっぱり新しい形のボイストレーナーっていうか、うんうん、そういうお教室っていう形だと思うんですよ ね、あんまり歌わないですからね歌わせてもらえないぐらい、ね、いやそれからあの、うん、今 YouTuber としてね、はい、サイガさん今やられてるのが、ジャニーズのまあそうですミュージックビデオをですね、まあ、見て、これは解説っていうんですか、なんていうんですかね、まあ、そうですね、まあ、それですっごいバズったわけじゃないですか、まあ、まあまあ本当にありがたい話ですけど、で私もやっぱこれ何本か最近また見せていただきまして、皆さんに何をサイガさんがやってるかというと、まずふんふんって一緒に歌ってるんですよね、そのビデオを見ながらね、結局映像音声は流せませんので、はいはいはい、私が見てるところを見ていただくっていう、あそういうことなんですよね、でうんって歌ってるってことは、はい、曲も全部覚えてらっしゃるのかなって思いつつ、いやいやいや、でもさらに途中で、うん、なんとか君がいいとか そのコメントの入り方が すごいっていうか、実況しながら解説してますからね、そう歌いながら実況して解説してってい う, そ, うそれを同時進行でやってる、はい、YouTube、うんうんうん、そうですねやらないとわからないですもんね、皆さん何が今行われてるのか、そうそう、何やってるのかなっていうのがわからないので、で、あの、ね、でもファンの方にとっては、うん、ね、嬉しい。いや、これは本当に、まあ、それこそ、あの、レッスンが対面でできなくなったタイミングで、うん、まあ、ずっと家にいる状態で、うん、でも、まあ、お仕事できないんで、うん、まあ、何かできることはないかで、まあ、始めたことなんですけど、うん、なんか私は、どっちかというと、こう、歌番組とかを見てて、うん、家で一人でではですよ、うん、なんかいろいろ文句言ってるくらいタイプだったんですよ、はい、もうちょっとこうやったら出んのになとか、でも、うん、それをこうひっくり返してというか、うん、いい方向から見てみたら、うん、あ、この人のここがいいなとか、なんかこの出し方はすごくいい出方してますとかっていうのを、うん、まあ、解説してても面白いんじゃないかなというので、うん、まあ、最初は始めたんですけど、うん、まあ、いろんなアーティストのお話ししてる中で、やっぱりジャニーズという人たちのファンの方たちのこう熱さというか熱がすごくてですね、うん、まあ、再生数がもう他のものと全然違うわけですよねはいはい、はい、でそこに乗っかったという形で、ね、もう今はもうジャニーズのライブの映像であったり CD がうちで本当に山のようになっていて、うん、奥さんがあれどうするつもりってこれからどんどん増えていきます。かなり貢献してますね。いや相当購入させていただきましたよまあでもそれでがね、仕事のならないと仕事にならないですからね本当にね、ま、うん、あの改めて見てみると、うん、かっこいいし歌声もいいしっていう人いっぱいいますので、うんうん、そうですよね、新たな発見に私もなってよかったですよ、うんうん、まあ、やっぱりほら大人数で皆さん出られてるから、はいはいはい、そうですね、埋もれちゃっちゃかわいそうだし、うんうん、でもこうそういう才能をね、サイガさんがこう発掘して、まあ、で、まあ、どっかで誰かに、はい、あの急に、うん、あ、この子いいかもしれないってね、うん、目に留まったりなんかして、はいはいはい、もしかしたら違うお仕事来てるかもしれないしね。そうですよ、あれ、うん、これも余談ですけど、うん、そのいろんなグループの解説をしてるときに、うん、それを見ていただいたネットの記事を出してる会社の方たちが、うん、そのグループが新しくアルバムを出すときに、うん、レビューを書いてほしいっていう依頼をいただいて、実際今年の頭にそのレビューを書かせていただいたんですよ。すごい。あれも YouTube がなかったら絶対ないご縁だったので、まあまあまあ自分が好きな人たちを好きなようにお話ししてるだけですけど、うん、もうすごい、あれこそまあ、ああ、よかったな。ちょっとタイミングが早いですけど。もうちょっとタイミングが早すぎますけど。いえ、そうなんですけどね。でもそうですよね。もう信じられないぐらいの展開でしたね、あれは。どっからどうね、つながるか、本当わかんないので。本当に。うん、ちなみに今、フォロワーってどのくらいいらっしゃるんですか？1万3000人ぐらいですかね。すごい。去年の1月からまあ始めたんですけど、うん、その時には60人ですから。60人だったんですか？60人から始めて、もうあれよあれよと1年半で1万3000人ぐらいも登録をしていただいて、もう本当に今考えても信じられないですけど、もう今も毎日毎日1本では飽き足らず、現在1日3本ペースでアップさせていただいて、そんなにアップしてるんですか。
いや、どうしたでしょうね。素晴らしい。病みたいになってますけど、取ってアップする病です。ああ、うちと一緒ですね。うち、喋るの病なんですかね。なんかやり出すと、そう、止まんなくなるんですよね。ペースができてしまうというか。そうですよね。すごいですね。いやいや、まあ、ありがたいですよ。本当に見ていただく方ありきなので、ああいうのは。じゃあ私も1万3000分の1かな。いや、そうかもしれないですよ。なるも外すも一瞬出てきますからね。いやー、でも、本当ジャニーズ好きな方はね、ぜひこれ知らない方もしいたら、ぜひ見ていただいて、才能の際で雅と入れると、はい、私どっか でチェックしたことあるんですけど、 YouTube でその名前入れると、はい、その後ろにすぐジャニーズのグループの名前がいっぱい出てきますからもう私ともう一心同体みたいな感じで検索出てきますので、はいはいはい、ありがとうございま す, こそ で, すではちょっとジングルを挟みまして、はい、後半戦に参ります。はい、夢の種、はい、後半戦に参ります。今日はですね、今 YouTube でジャニーズの解説でバズっております。さいがさんをお返しておくにしてますけど、ジャニーズ様々ですよね、はい、本当ありがたいですけど、本当はでもシンガーソングライターなので、はい、今回はですね、あら、この新曲突き抜けるを発表されまして、 ありがとうございます。今日はこの突き抜けるをぜひ皆様に聞いていただきたいので、うん、おかけいたします。いいですか。はい、ではさいがさんで突き抜けろ。想像のに行かなくて妄想ばっか繰り返してよ、oh, oh, oh, oh. とてもくしゃぶりだって後悔ばっか並べたってよ、oh, oh, oh, oh. 思い描く未来はどっちだ。今突き抜けろ。だと思ったんね、始まるゲームのように、
いかがでしたでしょうか。皆さん聞いていただけましたでしょうか。かっこいいですね。これ私ね、はい、こうやって自分の曲をね、うん、かけていただいたりすると、はい、だいたい生徒さんにこれ本当に先生歌ってますっていうもう毎回言われるんですけど、はいはいはい、本当に私ですこれ、はい、今日この曲かかってる間ずっと目をつぶってね、じっと佐賀さん自分の曲聴いてらっしゃいましたけど、はいはいはい、でも本当声も、まあ、私からするとちょっと若い感じに、うん、すごく聞こえますし、うん、はいはいはい、でもなんといってもやっぱ曲がね、私本当に一回聴いて感動したんですよ。もう泣いてるじゃないですか。もう涙目でなんで。いや泣いてないんですよ皆さん。いや、でこのね、突き抜けろというこの新曲を引っ提げて、うん、はい、なんと西賀さんは YouTube で、うん、はい、なんと100万回再生にチャレンジしてるわけです。そうですそうですそうです。はい、で今実際どんな感じですか。今ですね、9月の17日、はい、17からまあそれをゼロから始めてですね、はい、今でまあ2000後半、もう2800とかぐらいにいってるぐらいなんですけど、うん、まあ、その100万再生っていうのは半分冗談ですけど、うん、はい、でも今の時代そういうこともなくはないなということで、うん、ありえますよ絶対、でまあ私は今もうね、うん、40も半ばまで来て、はい、まあ、世の中的にそう西賀という名前が浸透してるかと言われたらまだまだですけど、でもこういう人の曲が、うん、ゼロからこうどういうふうにいろんな人に聞いてもらって、うん、まあ、どんな展開になっていくかというのは私も分かんないですけど、うん、今応援してくれてる方たちがもう非常に熱くてですね、うん、もうツイッターとかでもいつもそれをこう上げてくれて、はい、なんとかこのみんなから見てても、うん、このあとすごいことなんじゃないかっていう、うん、なんかそんな動きの片鱗をみんなで一緒に見たいなというはいはい、はい、で今まだ2000ぐらいですけど、はい、これが何かの拍子にガンと一気に1万を超えるとかなった時の、うん、はいはい、まあ、一緒に喜べるそうですよ、ね、ワクワク感みたいなものができたらいいなということで始めたんですけど、うんうんうん、いやだからね、この夢の種も、はいはいはい、この夢を応援するラジオなんで、うん、この夢のね、はいはい、お手伝いをですね、私パーソナリティ金子のり子はですね、うん、放っておくわけにはいかないんですよありがたいですよ、はい、それで今日はね出演していただいてるわけですけれども、はい、じゃあもしも100万回再生とかなったら、うん、はい、じゃあ今度はもう一回来ていただいて、うん、ここで、ね、生で歌ってください。もうそんな、それだったら5000回ぐらいでも来ません、ね、その前でもね、まあ、まあ何度も来ていただいて、ぜひここは生でも歌えますので。あ、そうなんですね、はい、ぜひやっていただきたいなと思うんですけど。ありがとうございます。はい、このね、100万回再生、うん、皆さんのねお力をぜひお借りして。そうですね、はい、行きたいんですけど、これは YouTube で検索は、はい、サイガさんで検索すると出てきますか。サイガでもう今の突き抜けろとそのまま打っていただくと、うんうん、まあ、一番最初にライブで披露した時のライブの映像バージョンと、はい、それから次の年にライブでやった時のライブの映像みたいなと、うん、であと1000回チャレンジだったかな、うん、なんか再生数チャレンジみたいにちゃんとタイトルで書いてあるやつと3種類あるんですけど、はいはいはい、その再生回数チャレンジみたいなやつが、うん、まあ、皆さんが今一生懸命応援してくれてるタイプやつなの で、ね、うん、それでこう探して見つけていただけると、ぜひぜひ、嬉しいなと思います。聴いてください。すごいいい曲なんで、一回聴くと本当ハマっちゃうのでね、皆さん聴いてください。ありがとうございます。はい、それではですね、はい、西賀さんが、はい、まあ、シンガーソングライターとして、うん、最後にこれからも伝えていきたい思い、はい、なんかありましたらお願いします。そうですね、まあ、この突き抜けろという楽曲もまさにそうなんですけど、うん、なんか自分の中で知らぬうちにこう決めてしまっている固定観念みたいな、うん、今の私で言うともこの年齢から新しいことやってもうまくいかないんじゃないかみたいなものは実はなくって、うんうん、何でもいつでもどこからでもみんなやりたいことはできるんだよというのを、まあ、この曲を通じて私が実際やって、うん、こうみんなに見ていただきたいなというか、で私自身もその中にいて、このあとどういうふうになっていくかを一緒に楽しみたいなと今でも純粋に本当に思ってるので、うん、やっぱりいつからでも新しいことやりたいことを、うん、まあ、自分に本当に問うてみて、うん、本当にやりたいことは、うん、本当に皆さんこれを聞いていただいてる今日からでも、うん、ちっちゃいことからでもいいからやってみていただきたいなと思いますし、うん、私も今一緒にやってるので、はい、共にやっていきましょうというような
気持ちが今一番強いですかね。なるほど、はい、本当にね、何でも夢はいつ、うん、何歳からでも本当そうですよ、いけますのでね、はい、私もこれね、もう泣いてるじゃないですか。泣いてないですね。泣いてないですけど、そんな感じで、まあ、このね、うん、夢の種始めてますけどね。あ、そうですよね。はい。はい、もう、アラカンという年齢に近づいておりますのでね。うん、そうですか。はい。ですからもうね、皆さん、今からでも遅くございません。うん、何でもチャレンジしていただいてね。は、う、い、ん。ということで、はい、エンディングに、はい、入ります。そうですか。はい。はい、ちょっと、予想はしてたんですけど、はい、全然行きたいとこ行けずのままここまで来ちゃったんじゃないですか。大丈夫です か、大丈夫です。はい、よろしくお願いいたします。ジングルいきます。はい、あっという間の30分でもうエンディングになってしまいましたから、ち本当はね、ああよかった体験っていうのをじっくり話していただきたかったんですが途中でもう話していただいたので。ああ、そうですね、はいはい、今日はよしということで、はい、ありがとうございます。はい、うん、ありがとうございましたね。泣いてるんですね。泣いてるこの番組でですね、最後に、はい、ああよかったっていうのをご一緒にご紹介していただいて、はい、終了になるんですけれども、はい、今日も練習なしで行こうかなと思いますので、はい、私いつも YouTube も全部打ち合わせなし、はい、アドリブで行ってますので。あ、そうですか。いけると思います。いけますかね。はい、はい、今日まだちょっと時間あるんですけど、はい、大丈夫ですか。私の体調ですか。いやいや問題ないしで大丈夫ですかね。いや大丈夫と思います。はい、まあ、そのさっき言ったのはね、うん、人とのこう出会いやご縁があって、はい、本当に良かったなっていう、もうこれしかもないかもしれないですね。はい、これから広げていくのには、そうですね、人とのご縁大事にしたいとこれからも強く思いますよ。はいはい、いろんなねこと雑賀さんやってますけど、うん、そういえばパーソナリティもね先輩ですからね。いやいやいや、もうとんでもないです。鎌倉 FM にね、はい、タマリラという番組を土曜日の4時10分からですか。そうですね、はい、タマリラという番組でさえもう6年ぐらいやってますけど、その枠自体はもう15年ほど私ずっとやっていて1人の時もあれば2人の時もあるで、なんか毎週やらせていただいてるんですけど、はい、まあ、でも楽しいですよね、こういう声の配信もね。喋る中毒ですね、うん、そう、病気ですね。はいはい、今日はしゃべる中毒のシンガーソングライター、はい、ボイストレーナーの雑賀さんをお迎えして30分お送りしてきました。はい、それではああよかったいきますよ、はい、今日も素敵な雑賀さんの突き抜けろを聞けて、ああよかった、ありがとうございます。また木曜日の11時30分ああよかったアワーに来てくださいね。今日も聞いてくださりありがとうございました。